リチャード・ウィンザーさんと大根喜助さんです。どうぞ拍手をお迎えください。よろしくお願いします。お願いします。単身イギリスに渡ってオーディションにより主役の座を射止めました大根喜助さんです。いやもう純粋にすごくまあ嬉しかったのと、あとまあまずはオーディションの話をまあ受けて、それでもう絶対にやりたいと思って、あの何が何でもっていうことで一人であのまあイギリスに行ったんですけど、毎回の舞台あの絶対に何かを残してやるというか、本当に精神誠意こう精一杯やってるんですけど、なんか今回のはものすごくダンサーとしてオーチャード舞台っていうすごく大きな舞台で、しかもやっぱりマシュー・ボーンという憧れの演出家の人と共にやれるっていうことはすごく自分の中ではあの誇りだし、本当にこうなんだろうな、今までよりもさらにもっともっと精一杯やりたいなと思います。はい、僕はまだあのなんていうの、生でその見たことはなくて映像でしか見たことがないんですけど、すごく作品自体が斬新ですごくこうワイルドでセクシーな印象をすごく僕は受けて、であのマッシュさん の, あの作品でこう一貫していることは常にストーリーがあるけど言葉を使わない、ダンスを使って常にその物語を表現していくというか伝えていく、言葉のようにして、それがまず一つ難しいのかなっていうのはまあ思ってるんですけど、そしてこうドリアン・グレーっていうのはどん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 こう変化していくキャラクターだと思ってるので、それをこうな表情なのか、まあ振り付けがまだ全部わからないので何とも言えないんですけど、あのどういうふうにこう手なのか目なのか表情なのか、まあ動かし方なのかわかんないんですけど、あのやっていこうかなと今は考えています。はい、最近はあの歌とお芝居の方も、まあ、歌はあれですけどお芝居の方結構やりたいなと思っていて、はいはいはい、で笑うとこじゃないですか、笑うとこじゃないですかね、で、すごいその勉強することが今すごく楽しくて、あのやればやるほど歌も芝居も奥が深いなと思って、できないことがまあ楽しいというか、あのそれで少しずつできていくことがまあ今はすごく夢中になってやってます。もちろんダンスもですけど、でも本当に仕事に結びついてますよね。もう全く趣味っていうのは何かありますか？なんか全く関係ない。まあウィンザーとしたんですけど、僕も映画がすごい最近は好きで、あの映画は週にやっぱり4本5本ぐらいは見るようにしてるというか、見ちゃうというか。あ、結構見ますね、1週間に4本、はい、そう、電車の行き帰りでちょうど1本見れるんですよ。あのスマホかなんかとかで、はい、あ高学心もあるというね本当にイギリスと日本とこうやっぱり比べられる、こう不安というか緊張というかいうものもこうありながら、それをこうどう乗り越えてあのいくかは、まあこの後稽古入ってあの一緒にこうリチャードとこう切磋琢磨、はい、切磋琢磨しながらあのいい作品にできたらなと本当に思ってます。まあ自分のたった4回なんですよ、あの踊るのが、ダンスコインってやっぱ短くて、でもっともっとやりたいんですけど、その4回でこう自分のこう精神も身体的にもこういう削ってあの全力でやりたいなと思ってます。だから、たくさんの方にぜひ本当に見てもらいたいと思っているので、応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。